寿司で、だから170g でしか打たないでみたいな。あ、なるほど。ありがとうございます。ドライバーダメだって。うん、リホさんはもうすぐ成人式ですが、はい、お着物をお召しになるのでしょうか。はい、今母の、あ、お母様の何色ですか。サーモンピンク。サーモンピンク、今日もねちょっとねそれに近い感じで似合いそう。そう、ね、なんか下ら辺は黒とかが入って、金も入ってなんかかっこいい感じの、あ、
なるほど、はい、たいちゃんは来年着るんですか？来年着ます。私もお母さんです。あ、お母さんの、はい、たいちゃんは何色ですか？私クリーム色。クリーム色、はい、白っぽい感じ、うん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 、名前取りとかはしてるんですか？うん、後取りでいいかなみたいな。あ、なるほど。私写真撮んなくていいかなと思って。え、なんで？なんか深くあります写真。まあ確かにね、記念みたいな。なんかお見合いする必要があったらちょっと撮っとかないとまずいけど、なんか普通に携帯パックで撮ればいいかなとか。いやいやいや、そこはやっぱりパパママと一緒に撮ってあげてください。家族写真。そう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 、七五三以来の。そう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 、それはね、親孝行の一つ。皆さん、ここはどこを狙っていきますか？ラキーじゃ漫画だよ。うん、なんか気がする。今の240。セカンドが、うん、カピーかかっちゃうから、うん、左狙ってみた方がいい。よかった、気がする。気がする。気がする。あゆちゃんは中学生の時に。そうですね、中学の時だよね。中学、うん、もう一度中学校1位だね。うん。来ました。来てた。ナイスです。
です。なんかゴルフ始める前にお互い水泳やってて、そう水泳やってて、うん、でビデオ見たらね、うん、その中学違う小学校だっけ、小学校か、小学校の時の水泳の大会あったんですけど、でビデオ見てたらなんか隣のレーンで泳いでるとか言ってすごいよ ね、 ね、そうだ、仲良くなって気づいて感動したよ ねすごくないですか、すごい、しかも隣強いのが、そう隣隣のレーンで、ナイスです。